か、ゆうちゃんはちょっと遅くね。うん、遅い。遅い。いつも通り。遅れてる。いつも通り遅れてるみたいな感じ。お待たせよ。なんだよ。今からね、とっても行きたいところがあったから、ゆうが勝手に予約しちゃった2人の分も。マジ？何を？だから付き合ってよ。え？ね、どういうこと？どういうこと？ちょっと怖いよこいつ。ほら、怖いよ。怖いよ。楽しいから。前回までの続きで習い事シリーズだよ。習い事シリーズ。ちょっと待って、何が習うの？習い事シリーズでゆうがどうしてもやりたかった。え、やりたかったこと？2人も絶対楽しんでもらえるから。ヒントは、ヒントは女子がやること。世界の人たちはみんな好きなんじゃないかなって思う。世界中の人たち、ちょっと待って、ヒントじゃないよ。ヒントじゃない。ヒント大ヒントじゃん。全然わかんないじゃん。Yu-chan est une idole japonaise qui s'exprime quelquefois un peu bizarrement. Are-chan est un mannequin d'origine russe qui s'exprime avec un fort accent de la région du Kansai. Yuri-chan, elle, est une cosplayeuse italienne qui adore les animés.À elles trois, elles nous présenteront les bons plans malins pour profiter agréablement de votre séjour au Japon. Cette semaine, nos amis vont découvrir quelque chose que Yu-chan tenait absolument à expérimenter. Une plongée dans le monde des ninjas, dans un endroit qui utilise le dernier cri de la réalité virtuelle. Ne manquez surtout pas leurs mésaventures.秋葉と近いでしょ、ここ。あ、そうそう。だからコスプレ。いや、コスプレじゃない。え、コスプレ、これだよ。何これ。なんかビアール忍者道場。やべえ、なんかビアール忍者。え、ビアール忍者。ちょっと待って、忍者。どう、ワクワクしてきたでしょ。ここ VR で忍者を体験できるんだって、うん、2人で一緒に体験したいなと思って予約したから行こう。怖っ。あら、あ、入り口がまず。え、なんかもう入り口はちっちゃいな。忍者仕様。忍者仕様。あ、小さい入り口。C'est au Virtual Reality Ninja Dojo du quartier d'Uchikanda de Tokyo que Yu-chan a fait une réservation. Cet endroit permet aux visiteurs étrangers de découvrir, de façon ludique, l'entraînement ninja grâce à la réalité virtuelle.まずこちらで受付をお願いいたします、はい、お客様、本日はこちら忍者のコードネームを背負っていただきます。お客様01となります。01、はい、じゃあ02番になります。03ということで、はい、よろしくお願いいたします。この後、忍者のコスチューム直旅に着替えていただきます。こちらにご案内させていただきます。はい、グッド。ゆるちゃん、これ履いたことある？履いたことあるよね。あの着物とかね、さあ、一緒じゃん。そうか、着物着てるもんね。着物初めて着た時に来た。え、ある？海外でもこういう靴下ないね。ないよね。え、忍者のジャケットとなります。うわー、かっこいい、はい、こちらですね、最初に羽織っていただきます。はい、はい、じゃあ、はい、逆だと、なんか死んだ人だよね。そうだね。こっちにならない、こっちになっちゃうと、そう、確かに外国人すらがわからない右と左がね、うん、そう、はい、はい、4本、このように紐がついておりますので、これをそれぞれ、足の周りに巻いていただきまして、また結んでいただきます。かっちょいい。結構激しく動くので、激しく、はい、激しく動く、激しく動く、安心して。なので安全のためにですね、このようにしっかりと結んでいただくことをお勧めしております。はい、結構体験の後ですね、お客様皆様ちょっと結構グダグダグデ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 ちょっとやばいよ。なんかちょっと怖くない？忍者とか。え、忍者って言ったらみんなナルトだと思いましたな。ナルト。イタリアのイメージがナルト。なんか魔法が使いそう、忍者。あ、なんか確かに、なんかブーンってやって、あの煙でなんか。忍法ね。忍法。外国の人って来たりします？あ、基本的に外国人のお客様がメインで。えぇ、はい、オペレーションがですね、英語で書いてますよね、はい、ちゃんと。基本的に日本語のご案内はしていなくて、外国人のお客様に対して英語でご案内をしています。英語ペラペラですか？ペラペラ
そうですね、頑張ってます。面白いよね、こっち外国人なのに全部日本語で喋ってるよね。日本語は外国人じゃ日本語で専門なの。D'apparence, du moins, elle ressemble bien à des ninjas. Ninja poi. Ninja poi. Sha. Ninja yatta. Sha. Nande? Oya, honto yatta ga gochi. Kou da yo. Yumi ga wakannai kedo, daijoubu nano kore tte. Wa! Hai, kochi no hou okoshi kudasai.いよいよ忍者道場の方へ向かってまいります。はい、それなのですが、こちらの道見ての通り行き止まりとなっております。一体どのようにしてこちらを通り抜けていくと思いますか？何かアイデアありますか？突き走っていくバーンって。何かありますか他のアイデア？こうスライドドア、スライドドア、スライド、どこにスライドさせていくの？答えを見せますので、はい、よく見ていてください。はい、ドン、あー、わー、忍者だ。はい、準備はよろしいですか？はい、やっほい。じゃあ最初、忍者のポーズをお願いします。はい、それではいきます。やっほい忍法ドラン。何それ？いってらっしゃい。やー、なんだ今、かっこいい。はい、やばいやばい。なんかオリジナリティが溢れる忍法でした。はい、キレイ。なにこれ、ここですか？Pour découvrir cet entraînement ninja, nos amis s'enfoncent au cœur du dojo. その前に、そもそも忍者とは何かを知ってるだろうか？人間のかっこいい。人間のかっこいいって何やろ。人間のかっこいい。この人は知ってるか？魔法を使ってる人たち？ちげえよ。絶対ちげえよ。ナルトだ。ナルト。ナルト。なんか悪い人たちを倒していく？忍者とは、諜報活動と戦闘を主な目的とする集団である。スパイのような。その中でも今回は、戦闘の訓練を受けてもらう。戦闘？戦闘に関する訓練じゃ。だから、コンバットってやつ。戦うやつね。そう。格好よろしいな。よろしい。よろしい、よろしい。Hello 皆さん、This is Candy Cat。部活やったことありますか？私は日本に来る前にアニメで日本でクラブ活動があることを知りました。でもドイツはないですよ。ということで今回は、街行く人にどんなクラブ活動エクスペリエンスしたことあるかを聞いてみたいと思います。日本人と外国人はどんな違いがあるのでしょうか？まずはレッツアッシュジャパニーズ。 Avec Cathy Chat, découvrez ce que pensent les Japonais. Let's ask Japanese. 野球、空手、剣道やったことあります。結構なんか強いスポーツが多かったじゃないですか。水泳もやったことあります。厳しい先生とかなんかあったんですか？全然舐めてました。静かにしろとかちゃんとやれって言われて、ちゃんとやってるわいっていう。じゃあその部活をやってよかったとのところとかありますか？あ、心が強くなった気がします。なんか負けなくなった、自分自身をちゃんと強く持てるようになったので、その点は良かったかな。強いもんみたいな。水球です。ウォーターポロです。なんか厳しいルールあったりしましたか？遅刻できなかったです。遅刻するとなんか練習にさせてもらえなくて、ずっとなんてバタフライでやらされてました。バレーボールです。バスケットボールです。先生が厳しかった。先輩もすごい怖くて仲悪かったです。その先輩のためか先生のためになんかしなくちゃいけないこととかあったんですか？先輩が帰るまで基本帰っちゃいけない。あ、先輩たちが靴を履いてる間にゴール出してドリンク作ったりとか。で、自分が上になると後輩がやってくれる。やってくれるけど自分でやってた。いいよいいよってなってた。いいよって。そう、別にもうよくねみたいな感じ。だからやらなくてもいいよ、そこまで自分たちでできるしとか。ってことは、そう、自分がやらなくちゃいけなかったけど別に次の世代はしなくていいみたいな。なんか優しい先輩になりましたね。
活はやってなくてダンススクールに通ってました。なんで外の選んだんですか？学校に良さそうな部活がなくて、感情表現をすごい大事にしているところで、ちっちゃい時からね、なんか即興表現とかそれこそコンテンポラリーとかやったりして、うちらが抱えてる悩みとかを外に出させるようなジャンルをやらせてくれてました。出身が福島で 3.11 の大震災の時にそういう精神的な不安とかその不安定なものをダンスで表現させて、逆に支える側になりましょう私たちがみたいな、みんなで頑張りましょうみたいな活動をしてましたずっと。じゃあこれでもうすべての質問でした。ありがとうございました。日本のクラブ活動はルールがとっても厳しいですね。特に先生、先輩、後輩の関係はまさにアニメ見た通りでした。さて後半は外国人に同じ質問を聞いてみましょう。ちなみにイギリスで私は演劇部でした。 See you in a bit. Stay tuned. では早速始めよう。あれなんか誰か来ちゃったな。この刀は刃がないように見えるが、この訓練機の中に入ると刃が再現され、まるで本物の刀のように扱える。スターウォーズのライトセーバーのやつ。いいね、それ。忍法とは厳しい精神修行をした者のみが扱える技である。しかしこの戦闘訓練機では厳しい資料なしで一時的に忍法を体験することが可能である。やっほー、すごいだろ。Le clou de cette expérience de réalité virtuelle est bien le combat au sabre et au shuriken contre des ennemis. Grâce au casque, vous êtes littéralement plongé dans le monde des ninjas. では早速 VR の訓練を開始する。誰から参る？はい、お主か。拙者でござる。その心意気はよし。さあ参らせよ。なんか前見たな。では入ってもらう。見てござる。前立てよ。ビルがあってここに何かやつ超怖い。やばい、すごい別世界。Après s'être équipé des capteurs qui permettent de simuler la trajectoire des shurikens et du sabre, il est temps d'enfiler la veste qui simule les coups de ses ennemis. Puis, enfin, en se coiffant du casque, voici ce qu'on peut découvrir. Un paysage typiquement japonais, reconstitué en images de synthèse. Ah! Let's get by. C'est Yu-chan qui se lance la première.
私はイギリスの演劇部のおかげでいろんな衣装を着ることができて、それはもしかしてロリータ服に目が覚めた瞬間だったかもしれないです。さて、同じ質問をフォーリナスに聞いてみましょう。 Let's ask foreigners. Et maintenant, place à l'interview des étrangers. Let's ask foreigners. I did drama. I know, like, when I was little, you know anime, Pretty Cure, I loved it, and I was like, oh my god, I really want to do that. You know, like, action and your romance and, like, so many things. So I was like, oh, I really want to be an actress. I'd say after school for, like, art, mainly ceramics. Yeah. Ceramics? You know, I expended, like, a little bit of brushing. You know, you say ceramics. So having done ceramics after school, do you think you've learned something for life out of this? Patience? Yeah. Taking people's like criticism into consideration. Yeah. I played the trombone in a marching band. I was told that I needed an extracurricular activity, and everyone in my family also played an instrument, and they said this is probably the easiest thing you could do besides learn another language. Right, so you had to do it. I had to. This was not a voluntary decision. Oh. Yes. I remember bringing back some painful memories here. Two semesters of failed French, yes. I was a fencer, fenced with a saber. So that was my after-school activity. So I tried it, and I actually became Swedish champion in 2011. So what did you think you learned then, life skills-wise, from start picking up the sword? How to hit someone with a sword. In Hungary, we have almost an obligation to love soccer, because soccer is, you know, must love sport. That's what was driving me away from it. So I went and played basketball instead. Yeah. Like, I'm gonna go the other way now. Yeah. By doing basketball, what did you learn for life? When I was younger, I always tended to shy away from groups and tended to, you know, just be by myself and doing things by myself. So I think the first and most important thing that it taught me was that how to function in a group more effectively. I was a peer support leader, which is kind of like SRC, but it was basically helped the younger students transition into school. And you go on hikes through the bush and dodge all the dangerous animals and then go back to your tent and make a fire and cook it all. And yeah. Any accidents happen? No, surprisingly. She dodged them. Like, yeah, upon reflection, I don't know how they get away with taking us out into the bush where there's very poisonous snakes, but... Like, I feel like this is an episode of the world's most dangerous sports clubs and schools. Welcome to Australia. Awesome, those were all the questions, thank you. Thank you very much. Oh my gosh, やっぱり大自然で溢れるオーストラリアでは、ワイルドなクラブ活動ありますね。ちなみに私は高校の時に日本に短い間留学したことがあるんですけど、その時に野球部の声にびっくりしたことがあります。よろしくお願いしますってやつです。私からすると日本のクラブ活動は人の協調性を大切にすると感じました。だからクラブにいろんなマナーやルールがあるかもしれませんね。さて、次回も日本人と外国人にいろんな面白いものをアスクしちゃいましょう。 See you soon! Bye! Nos trois amis ont terminé leur découverte en réalité virtuelle de l'entraînement ninja. Écoutons tout d'abord les impressions de Yu-chan, qui adore les ninjas. Ça a l'air de lui avoir plu. さて、次の挑戦者はお主か？はい。一回見たから次はうまくいくだろうな。いや、そうだね。面白そう。
これえ、なんでなっけ、さあ、グラッシュ、前やるよ、頑張れー、足抜けた、やばい、中継、そっか、え、難しい、やばい、やばい、上手、うん、ね、めっちゃうまいこと聞いてた、なんかこういうの買っちゃうかった。お主はできるぞ、大丈夫そうなるな、さあ真ん中出して、こちらを見てくれ、よし、いけ、いいか、ありがとう。いや、こちらこそです、ね、いや楽しかった、ね、忍者のこと好きになったでしょ。私はもともと好きだよ。あ、でも日本のなんか文化にも触れつつ運動しつつも、うん、最新の技術使いつつ、なんか全部がこうね混ざり合った現代にふさわしい感じの多分遊びやと思う。言葉上手いね。すごい。Voici ce qu'ont appris nos amis aujourd'hui. Grâce au dernier cri de la technologie, cette découverte virtuelle de l'entraînement ninja leur a fait couler de la sueur bien réelle.